陽太郎です。お母さんです。これからの父に攻め込みます。攻め込み。あれの超特別炎の剣だよ。すっごい、あ、赤潮の裏。ああ。見てお母さん、あれが奴らの基地だよ。ああ、何あれ、とてもすごいね。あんなとこか。そこにクロスボウ持ってるミハイルがいるから、攻撃倒したい。おその村を通ると、
村を通った村が襲撃されるの。もうボスいないの？うん、襲撃イベントが次起こるよ。よし、じゃあ帰ろう。ちょっと待って、寝るか。寝る、うん、あ、俺うにゅうにゅしてるよ、寝るときも。臭いから。よしよし、頑張るぞ。よし、ついてくよ。よし、行こう。よし、行こうか。
しゃ。あ、いる、こっちだ。こっちにエオーガがいる。魔法使いだ。あ、妖精がいる。もしかして妖精を追いかけてきてる。妖精なんか血みたいなひび入ってる。どんどん赤いの、赤い血が入ってる。見たら見てみようか。ここだ、この家の中だ。家の中に、あ、例えば鍵開けば、終わったみたい。英雄になった。どっちが英雄？マクド大きい方？ちっちゃい方？じゃあこの紫の子だってちょっとあれ話しかけてみて。小さい。うん、見て。どっか。32が25になってる。3が2になってる。あ、ほんとだ。で、33が31になってる。そういうことか。延べ棒が俺9が2になってて、ピンしてるんだ。お母さんはお得だ。今から3。お、すごいお得だ。お得。9から7。すごい。俺の方がなんか安くなってる。私も少しだけお得になってる。スリーディーベント。役立つ。倒したぞー。イエーイ、倒したよー。もう僕はアイアンモールを使ったり、そう、コピーもです。